電撃文庫神様のメモ帳。出前先はラーメン屋の入っているのと同じビルの3階だった。308号室。行けばわかると言われた通りだった。ドアにでっかい看板が打ち付けてあったのだ。ニート探偵事務所。可愛らしくレタリングされた字でそう書いてあり、その下には謎の英文があった。 It's G Only need thing to do。 今日一日でだいぶいい感じに脳が麻痺していた僕は、ニートが探偵をやっているくらいではもう驚かなくなっていた。ラーメンを乗せたトレイの角でインターフォンのボタンを押す。インターフォンはカメラ付きに改造されていて、青いランプがチカチカと点滅した。テツ先輩によれば、これは入ってよしのサインらしい。中は奥行きのある細長いワンルームだった。冷房が効いているのか、外よりもさらに寒い。冷蔵庫とキチネットと洗濯機が並んだ廊下の奥に狭苦しい部屋が見えた。間にドアがない作りなので、天井までの高さのある PC ラックや数えきれないほどのモニター画面で部屋の壁が埋まっているのが玄関からでも見える。ラーメン持ってきたけど。入りたまえ。奥から女の子のかなり幼い声がした。トレイを手に部屋の入り口まで行った。とんでもない部屋だった。三方の壁一面がわけのわからない機器と液晶画面とコードの束で覆い尽くされ、わずかに残った部屋の中央の床はベッドが占めていた。毛布の上には大小さまざまなぬいぐるみ。その中に埋もれるようにして僕に背を向けて座っていたパジャマ姿が振り向いた。人形かと思った。小さな顔、不釣り合いに大きな瞳、冗談みたいに白い肌、細っこい手足、シーツに革を作る長いサラサラの黒髪、ファンシーなクマさんの柄が入った水色のパジャマ。僕はトレイを持ってしばらく呆然とその女の子を見つめていた。女の子はキーボードの乗っていた可動式のテーブルを脇へ押しやると、代わりに別の細長いテーブルをベッドの上に引っ張り出してきた。病室のベッドに備え付けてあるようなやつ。何を突っ立っているんだい？僕はネギラーメンを注文したんであって、高校生の形をした置物を注文した覚えはないよ。あ、うん。そこに置けばいいの？この距離から君の持ってる丼に手が届くほど僕の腕が長いように見えるのかい？すげえ言われようだった。なんだかもう怒るのも呆れるのも通り越してすがすがしい。僕がトレイを女の子の前のテーブルに置くと、彼女は割り箸を取り上げてじっと見つめ、それから大きく深呼吸した。ちっちゃい顔に気合がみなぎる。箸先を持った両手に力がこもった。けれど割り箸は人の字の形に広がってプルプル震えたまま一向に割れない。どんだけ非力なんだこの子。割ってあげようか。パジャマ娘はきっと僕を睨みつけた。君は翼が弱くて飛べないひな鳥を見つけたら、飛ぶのを手伝ってやろうと言って空に放り投げて自己満足に浸るタイプか。最低だな。君がしたり顔で歩き去った背後で、そのひな鳥はアスファルトに叩きつけられて死んでるのに気づきもしないなんて、愚昧にも程がある。なんで割り箸一本でここまで言われなくちゃならないんだと思ったけど、僕は口をつぐんだ。彼女は再び息を大きく吸い込んで割り箸に全力を注ぎ込む。ボキ。右手側の箸が折れた。よくあるパターンだ。彼女は長さが不揃いになってしまった割り箸をしばらく無表情に見つめ、それから「う」「う」と涙目になる。おい、泣くな。すんと鼻を鳴らすと、潤んだ目を手の甲でこすり、彼女はネギラーメンというかネギを食べ始めた。と思ったら僕をまた上目遣いで睨み、君は本当に悪趣味だな。他人の食事を黙ってじっと見ていて楽しいのかいという。あ、ごめん。部屋を出て行こうとしたら、今度はどこへ行くんだ。君が戻ってしまったら、食べ終わった後の丼は誰が片付けるんだ。それくらい考えたまえよ。とか言うのである。僕はボリボリと頭をかくと、ベッドに背を向けたまま部屋の入り口にしゃがみ込んだ。パジャマ娘がネギを噛むシャクシャクというかすかな音を背中に聞きながら、僕はその日一日を振り返っていた。なんとなく断りきれなくて綾香についてきただけなのに、いや、いろいろあった。もう疲れたよ。寝そうになっていた僕の背中に再び彼女の声が刺さる。なるみ、食べ終わった。冷蔵庫から飲み物を取ってきてくれたまえ。僕はビクンとして立ち上がり振り向く。え冷蔵庫から飲み物だ。他人の家に上がり込んで寝ようとするなんて、本当にずうずうしいやつだな君は。お前には言われたくない。でも僕は素直に従った。くたびれていると反抗する意志もなくなってくる。冷蔵庫を開けると、中にはシンクの 350ml 缶がぎっしり並んでいた。他には何も入っていない。コーラかと思ったら全部ドクターペッパーだった。突っ込む気力もなかった。パジャマ娘はドクターペッパーをごくごくと一気飲みすると、幸せそうな顔をする。その表情を見ていると、なんだか全てを許せそうな気がしてきた。